どうも、9月です。今ですね、国立市でのライブを終えて、生配信も終えてですね、4時間ライブして6時間配信した後で9月のミルラジオを撮っていくところです。ご質問答えていきます。さあ、今日のお便りいきましょう。どうぞ。どうしても恋人という存在が性的魅力バフのかかった相手を取っかえ引っかえするような枠に見えてしまい、そんな可愛くない考えなので、当然相対的にどう条件を設けて恋人を想像することもできず、世間の言う恋愛の尊さが分かりません。恋愛ができないことよりも人の考えが分からないことがなんだか苦しいです、というお便りですね。バフってあれですよね、なんか RPG とかね、対戦ゲームもので使う、能力を上げる、なんかドーピングっていうかズルっていうか、なんかまあ特殊効果っていうか、そういうニュアンスですよね。なるほど。なんか思ったのは、なんかね、まあ、恋愛の尊さがわからないことは別にどうだっていい。そんなものがなくても人は豊かに暮らすことができるし、恋愛がなくてこの世に幸せになった人なんかいくらでもいる、尊敬されてる人もいくらでもいるわけで、なんか問題は恋愛してないと人じゃないみたいな考え方を押し付ける世の中であるとか、恋愛してないやつには人間的な欠陥があるに違いないという何らかの決めつけめいたものだと思うんです。で、そういうものは、真っ向からめっきり間違っているので、大丈夫です。なぜなら恋愛してない人間は非人間的であるというふうに、こういう人間は非人間的だと断ずること自体に非人間性ってあるじゃないですか、そもそもね。で、なんか仮に恋愛してないことが大犯罪とかだったら別かもしれません。ものすごく倫理にもとることとか、とてもじゃないけれど社会的に許容されないことをしている人のことを非人間的だと評するのは合理性があるのかもしれない。でも恋愛をしていないことは、全くなんて言うんだろうな、人間の根本的な原理を書いているわけではないわけですよね。だから恋愛をしていないからといって人間として必要なものの何かが欠落していると考える必要が全くない。絶対に大丈夫。だからあなたは人の考えがわからない人だというわけではなくて、あなたももちろん人で、そういうふうに考える人がいて別のように考えるあなたがいるというだけで、何も軽んじられる必要はないし、あなた自身があなたのことをいぶかしく思ったりする必要もないと僕は思います。なんか恋愛だけじゃないよね、これって。もしかしたら能力なのか経歴なのか出身なのか、こうじゃないと人間じゃない、こうじゃないと評価されない、これがわからないやつはダメだみたいな言い回しは全部違う、全部違うから大丈夫です。なんかあなたは世間の言う恋愛の尊さが分からなくても他の尊さをきっと知っているし、それは恋愛よりも尊いものかもしれないし、別になんて言うんだろうな、人生において他に目標や目的となるものがあるならば、それはとても素晴らしいことなわけで、恋愛を尊いと思いながらも罪を犯す人もいるし、恋愛を尊いと思いながらも何か根本的に破綻した人間もいるわけだから、その実は大丈夫。そう、あなたの考え方は可愛くないわけじゃない。恋愛に価値を感じないことさえ可愛い。ここで可愛いとは性的な魅力があるとかではなくて、個人として尊重されるべき何かがあるぐらいのニュアンスで、きらめきを放ってるぐらいのニュアンスで、そうだから大丈夫。性的魅力のバフがかかったもの以外の素晴らしさをあなたはきっと知ってるし、だからこそ恋愛をそういうふうに思うんだと思うの。他のいいものを知ってるから恋愛の良くないところが目につくわけで、だから大丈夫、絶対に大丈夫だと思います。なのでその苦しみからは自由になっていい。別になきゃないでいい、本当にそう。だから美味しいうどんとかを食べてほしい。めっちゃ走ったり、めっちゃ風呂入ったり、なんか仕事を頑張るなのか絵を描くなのかわからないけれど、とにかく恋愛ではなくてそれ以外でもきっと
めちゃくちゃ輝いてるものをあなた知ってるから、そこに体重を預けて迷いなく生き抜いてほしいと思いました。絶対大丈夫。次、9月さんってめちゃくちゃ側室じゃありませんか。あ、そうかも。一体一日何万字ぐらい書いておられるのでしょう。何万字。自分は文章を練り上げるのにやたら時間がかかるので本当に羨ましいですということでした。ぶっちゃけると毎日何万字、1から2万字だと思います、書いてる文字数自体は。それはこの読むラジオ、まあこれは見るラジオだけどね、読むラジオという、SNS で配信している、お便りに、答えていくコンテンツの文字数であるとか、モンドっていう、まあ、もうちょい読むラジオよりも格式高いって言ったらだけど、固めの、質問返答サービスだとか、コントの台本だとかノートだとか仕事のコラムだとかもろもろ合わせて多分1から2万字です、毎日の平均が。で、側室かと言われたら、結果的にそうだと思うんですけど、頭の中で書けそうなアイデアを並行で同時進行でこう何個も用意しておいてというか考えておいて、 5% ぐらいずつなんとなく念頭に置いていて、で何やってても日常って出来事が起こるじゃないですか。ニュースを目にしたなのかもしれない、こんな人を目にしたなのかもしれない、ふと自分が気づいたなのかもしれない、今日食べたうどんが美味しかったなのかもしれない、何かが起こった時に自分の出来事と考えていた、かっこつけて言うなら問題関心のどれか一個がパーンって跳ねる時があるんですよ。これだみたいな。そしたら書けるから書くみたいな、そういう感じでやってます。だからなんていうのかな、書けるまで書かないみたいな感じです。文章を練り上げるのに時間がかかるというよりは、書き始めるまでに時間を置いてる感じだと思います。書けるなと思った時にガーって書く、書けるなっていうのが来なかったら別にその日はゼロ文字でもいいみたいなことで多分考えてます。でアンテナはなるべく増やす。さっきは貯めてるアイデアを仮に10個としたけれど、10じゃないかもしれない、もっと多いかもしれないし、もっと少ないかもしれない、それはその時によるんですけど、とにかく身の回りに起こった出来事と頭の中の何かを結びつけられないかなっていう風に拾うみたいな感じだと思います。で出来事と持ってるアイデアの相性は別に悪くてもよくて、例えばなんだろうな、 AI の発達怖いなみたいな、言語ってこれからどうなるんだろう、人間ってどんな言葉喋っていくべきなんだろうみたいな抽象的な問いがあったとするじゃないですか。それと、今日食べた天ぷらそばなんか美味しかったな、エビ天サクサクしてたな、別にこの2つをくっつけてもいい。この2つをくっつけると、じゃあ例えばエビ天の味を AI に表現させたらどうなるのかみたいな、なんかまた自分がもともとは思いついてなかったテーマが浮上してきて、1個だけだったらとっかかりがなかったもの同士が2つになると急に書きやすくなったりして、条件が増えるからね、それで急にこうダーって書けるモードになったりするっていうのが実感としてあるので、そういうふうに頭の中に寝かせたテーマをいくつか用意しておいて、それと入ってきたインプットされた情報をバシンって強引にでもくっつけて結び目に何かを書くみたいなのがもしかしたら最速だと思います。僕はそういう書き方じゃないと書けなくて、一個ずつを練り上げようとするとパンクしちゃうからそういうふうにやってます。もちろん書き方は千差万別、人それぞれだと思うんですが、もしかしたらあなたにぴったりかもしれないので参考にしてみてください。文章書くのはすごい大変だよな。結局俺もバーンって結びついて書き出しても、一回書いてからもう一回読んだら全然だなって思うことなんか山ほどあるし、遂行が一番疲れたりもするんですけれど、まあ、単純ななんていうのかな、アイデアを出す段階のスピードアップとしてはありなのかなということで一つ紹介しました。なんかお互いうまいことやっていきましょう。次、9月さんのラジオを読んでるとコールド負けと思ってた自分の人生が本当はもっと違う点の取り方ができて、あら、面白の余白があるものなんじゃないかと思えてきてしまいっていうな、一瞬前向きになります。一瞬っていうな、私は次の瞬間すぐに前ってどこだよから悪いなと思っちゃうんだけど、この前向きになれる一瞬の点の感覚をできるだけ狭くしていきたいです。めっちゃいいじゃないですか。マジでありがとうな。そういう風に受け取ってくれる人がいるならやってる意味もあると思うし、俺自身救われるものがあります。で、
そうな、コールド負けと思ってたのが点の取り方ができたってのは、きっと点の失い方も含めて、あ、違うルールで戦えた、違うルールで本当は戦ってたみたいな気づきだと思うんです。そういう発見だと思うんです。気づきって日本語あんま使いたくないんだよ今言っちゃったなんかコンサル用語っつうのかな、うさんくせきしちゃってごめんごめん。なんかそういう風に、そのなんていうのかな、自分の立ってたルールのことを知り、違うルールで、ゲームを始める可能性を知りみたいなことってすごい大事だと思う。違う可能性に開かれることっていうのがいつだって人間を、社会を、世の中を、言葉を新しくしてきたわけだから、そう、常に余白ですよね。あなたの言葉で言うならば余白を見つけて、前向き、そう、前じゃなくてもいい。前ってどこだよ、本当に。そう、前じゃなくていい。余白向く、余白がここならここ向く、余白がここならここ向く、余白を向いて、ここにまだスペースあんなってところをこう探していくみたいなサバイブの仕方が僕はあるんじゃないかと思います。だから余白を発見できた時点で、きっとあなたが主体的に何かを切り開いていく条件は揃っていて、あとはもう余白見っけたら小ずるくすって入っていくだけだからきっとなんかすごい開けたところに行く感覚なんだろうなと思います。とってもありがとう。僕自身がそういう風に生きてきたから、なんかこう普通に広めたいわけじゃないんだよ。自分の考え方を広めたいわけでもないし、9月は9月を増やしたいわけでもないんだけれど、僕の考え方であるとか、生きてきた奇跡って言ったら偉そうすぎる、歴史、過去の中でちょっとでも誰かにとっても役に立ちそうなものが実際に役に立つのであれば、この上ない喜びなので、なんかこううまいことやっていてくれ。コールド負けだったら試合終わってるから、まだ戦ってるなら大丈夫、コールド負けじゃない。顔上げて前向いて、そう、前じゃない、余白向いて、そうやって走って駆け抜けて行こうぜということで、俺もそうするので、お互い頑張っていきましょう。次、好きなタイプを聞かれた時に何て答えたらいいかいつも悩みます。今まで好きになった人たちに統一性がなく、見た目も性格もバラバラです。そういうことを細かく伝えると会話のテンポが悪くなり、盛り下がりそうで怖いし、適当なこと答えると今後こういう人好きでしょうといじられそうで心配です。9月さんなら好きなタイプを聞かれたら何と答えますかということですが、実は、ですね、僕は昨年、出版したエッセイ、走る道景浮かぶ日常っていう本出してるんですけど、その本の中で好きなタイプ聞いてくんなっていう章があるんですねそれこそ好きなタイプっていう話題を取り上げて、丸一章かけて、いかに好きなタイプを聞かれたくないか、なぜ嫌か、なぜ不毛かをダーって書き散らすだけ の数ページがあるんです。よかったらそちらもね、お読みいただけたらと思うんですが、そうな、統一性がなくバラバラって時点で君に好きなタイプなんかないわけでしょ。自然だと思う、本当に自然だと思う。好きになるって類型ありきのものじゃないもんね、だからもう大丈夫、ないならないでいいと思うので、細かく伝えると会話のテンポが悪くなり盛り下がる、これ全然気にしなくていい。テンポ良くて盛り上がった方がいいものなんて M1 と選挙演説ぐらいなんだから、どっちでもないんでしょ。 M1 でも選挙演説でもないならテンポ悪くてもいいし、盛り上がらなくてもいいんだよ、会話なんか。 M1 と選挙演説はちゃんとやりな、他はやらなくていい、俺はそう思う。ハードルは下げていい。だからあんま分かんないだったらあんま分かんないって言ってもいいし、なんかこういう人とこういう人とこういう人好きになったけど統一的なのないなって言ってもいい。別にそこは君が無理しないこととか、君が嘘をつかないこととか、君が精神的に安らかであることの方がよっぽど大事だって。好きなタイプの話で盛り上がるって高知れてるじゃないですか。好きなタイプの話で本当にうわーマジそんなのやっぱーってなったこと一回でもありますか？ないでしょ、なさそうでしょ、ないだろうさ、ないもん。これが例えば何ですか、鍋の締めはうどんかおじやかとかだったら結構盛り上がりうるじゃない。エピソードが出てくるかもしれないし、そこで跳ねるかもしれないね。何かすごいとびっきりの新しい情報に出会うかもしれないし、喧嘩になるかもしれない。でも好きなタイプの話ってそんな未来ある話題じゃないじゃないですか、ね、盛り上がることもなければ喧嘩にすらなれない、会話の中で生まれるしょうがないマリンスノーっていうんですか、なんかプランクトンのゴミみたいな、なんつうの、その不法投棄された会話の亡骸たちみたいな、そんなとこあるじゃないですか。好きなタイプの話って
本当にリズムを取るためだけの会話というか、人と人とが交わって関わって、せっかく寿命を潰し合ってるのに、人と人の間でさ、死にゆく言葉ってあるじゃない。好きなタイプの話なんか、それの典型も典型じゃないですか。だから、好きなタイプの話に関して盛り上がろう、勝とう、成功しよう、何かしらちゃんと結果を出そう、相手を楽しませようなんてのは考えなくて OK。 無理だから。好きなタイプの話から盛り上がった人間はいません。だから大丈夫なので、もうちゃんとテンポを悪くしてもいいから、普通に言えばいいと思う。うん、もし言うんであれば。でもし別に答えたくないならはぐらかしてもいい。適当に答えるのはきっと一番違う。うん損するしな。できっと好きなタイプの話ね、振ってる相手の人もそんなにものすごい本気で真剣なわけではないと思うよ。好きなタイプ何なのって聞いてる人も別にどんな答えでもいいけど、なんか聞いたでしかないと思うの。だからこそなんか何を言ってもどうせ食いつかないし何を言ってもどうせ微妙な感じになるわけです。だったら、無理のないような言い方をした方がいいですよね。だからあなたが大丈夫な言い方をしましょう。俺だってそうする、俺はね、好きなタイプ何って聞かれたら、楽しめで、危険さがなくて、話通じる人ぐらいに言うけど、そんな当たり前やないよっていう。そんな当たり前やないか。その別にそういう人が好きかって言われたらそんなわけないのよ。もっとあるよ。もっと細かくある。だけど、一旦その会話はそういうふうに処理することにしてます。その方が楽じゃんってことですね。だから、本当に好きなタイプ聞かれた話で盛り上がろうとしなくて OK。そんなのは人間がする暇つぶしの極致みたいな会話だから。そんな会話はもう一刻も早く潰していいんだから、大して期待せず、ハードルを上げず、超えようともせずやっていけばいいと思います。俺だってそうする。一緒に会話乗り越えていこうな。よかったら本で書いたこともチェックしてみてください。全く違うこと書いてあったらどうする?次。大学受験に二度失敗し、死のうとしましたが死ねず、それから十数年経ちました。結構経ちました。結局志望の大学には行けませんでしたが、別の大学に行かせてもらいました。なるほど。今では結婚し、家を買い、子供2人いて、十分幸せなはずなのに、あの時死ねればよかったという気持ちがふと出てきます。ずっと消化試合を続けているような虚しさがあります。この気持ちを晴らすにはどうすればいいのか、アドバイスをください。なるほど。消化試合じゃねえよ。大丈夫だよ。消化されたのは君が受かった後の未来だよ。そうでしょうがね、その時点で枝分かれしたんだよ。選ばれた方が今なんだよ。そっちに価値と重みがあるというか、で、あなたは結婚したことや家を買ったことや子供が2人いること、これは実は意外とどうでもいい。それがあろうがなかろうが、サイコロの目が出て今ここになったこの現実を飯食ってクソして生きるしかない。そっちの方が尊い。あなたが受かった後の未来ってのは正しい歴史ではない。正しいのはこっちだよ。受かった後には経験できなかったあろうことをあなたは経験してる。その時の受験の結果なんかとは全く関係のないところで、あなたはきっととても豊かなものと出会ってる。だから今生きているし、ですから気持ちを晴らすというか、そもそも消化試合じゃない。虚しくなんかない。虚しいって感じ、虚って書けますよね。虚構とか虚実とか虚妄とかうつろって書きます。本当に虚構なのはどっちなんだって話ですよ。本当に虚構なのは来なかった方の未来なんですよ。そっちが本当は虚しい。そっちが本当は虚なんですよ。こっちが実なんですよ。誠なんですよ。だから今ある試合、もちろん試合じゃない、実は勝ち負けなんかないから試合じゃないんだけど、今あるこの現実こそがあなたが立っている足場だし、失われていった未来の方がよっぽど消化試合で、だからこそあの時死ねればよかったではなく、生き延びて今ここにあることを全身全霊で 150% チャクラ開いて受け取って、あーって生きてるってならなきゃいけない。僕はそう思います。だから叫びながら走ったり、飯かっこんだり、トイレでめっちゃ頑張っていっぱいうんこしたり、マジで寝たり、一生懸命働いたり、新しい趣味を本気で始めたり、もうとにかくこれが実なんだってのを
強く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 実感し続けることが僕は大事だと思います。なんかなかった未来、来なかったものは来ることはない。そっちがむしろ虚構で虚しいものだから、気持ちはもう晴れるか晴れないかというよりもここに根付くしかない、うん、根付かせていきましょう。で、今ここというものにちゃんと没頭していく、それがきっと唯一であり最短であり最適ななんか道なんじゃないかなと僕は思いました。でも言ってることは僕はこれは全部的外れなのかもしれない。結局僕は迷ったら走れとか生きろとか飯食えしか言わないから、それの一環でしかないのかもしれない。だけど僕は正しいと思って言うし、そのことを伝えるためならカメラから目を離さず、今この撮影してるカメラを睨みながら言える、飯食え、うん、今ここを生きるしかないぞっていう、僕はこれが正しいと思って言うから、一回飯食ってほしい、一回大きい声出しながら走ってほしい。虚しいのは来なかった方だから、そういうふうに思います。僕も自分に訪れなかった未来のことを考えることがある。それはそうで、だって人生って決断であるとかサイコロの目を振ることの連続だから、本当はあの時に訪れたかもしれない天気とか、右に曲がっていったかもしれない自分が選んだ道とか曲がり角とか乗らなかった船とかいくらでもあるわけで、でもその先にはもう虚しさしかないから、僕は今ここの9月という変なピン芸になった自分の人生を恥かきながら汗かきながら泥かぶりながら生き抜いていくしかないって思ってるから、どうかあなたもそうしてほしいなって思います。マジで頑張って生きていこう、お互い本気でいこう。いつかなそうやってこうガーって入っていって、なんかとんでもない素晴らしさに出会うかもしれないから、それを楽しみに頑張っていきましょう。僕もそうします。はい、ということで、いくつかお便りに答えてまいりました。ちょっと今回元気いい回じゃなかったなんか歯切れというか、大事だねそれもね。ということで、今後も活動を続けてまいりますので、9月の方どうぞよろしくお願いします。以上、9月の見るラジオでした。ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくね。コメントとかももちろん。